はい、どうもこんにちは。ラクラクラクです。バイオハザードパート4やっていきたいと思います。はい、前回はですね、剣の鍵を、使って、全部開けましたね。で、まあいろいろ回ってたんですが、なかなか進展はしてないですよね。まあ お風呂とか行ったりしてまあジャバジャバのゾンビを倒したりしたりしましたんですが、なかなか進まないという感じですね。 If I can't kill you but 何を言ってるか分かりません。はい、ということで今回はこの、そうですね、ここの奥の方の部屋のですねこの奥の方に行ったとこの2階かな、2階ってまた下行くの、縦のトゲトゲの盾を持ったところのやつが、石像があった場所の鍵を取ってみたいと思います。それとですねまだいるこいつ。それとですね、ここの先ですね、調理場で結構ぐるぐる調べたんですけど、もう一つなんか扉のようなものを、編集中に、カラスだったな、ここ。見つけたのと、あとここですね、これが気になるんですよ、大きな鳥かご。カラスの死骸。これを、関係ないか。なんか、カラスだから光るものがどうのこうの関係あるかなと思ったんですけど、全然関係なかったです。うるさいな、やだな、いつ襲ってくるかわかんないカラスいつ襲ってくるかがわからないので怖いさて、ここの奥ですね。ここのゾンビがまだ死んでないっていうのがちょっとね、ここの奥、ここですね。このトゲトゲの盾のやつがなんかしてくるんじゃないかと思うんですけどね。こっから撮ってみましょう。撮ってみます。紋章を奪う者に死の喜びを。奪ってみましょう。イエス!おっと。やっぱ一発したか。やめて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 !やめて動かないんだけど。あ、無理無理、もう無理。ちょ、置いてみましょう。置こう、もう嫌だ。危ない。ああ、そういう罠でしたか。戻る?戻らない?あ、ちょっと待って。剣の鍵あればよかったんじゃない?これ。マジで、そういうやつだったんですか?うわ、セーブしちゃったな。いやー、そういうやつだったか。じゃあ、兜の鍵を取ったら、取っとかなきゃいけないんですかね。こっち行きましたね。こっち何でしたか。こっち行けない。兜の鍵ですね。兜の鍵を取っとかなきゃいけないのかな。じゃあ、これを先にやっとけばよかったですね。でも、鍵取ったら、結局使えないから、やっぱり宝石をまず先に使わなきゃいけないですね。うん。どうしましょう。それと、ここの敵を倒したい。あ、いや。ここはどこに繋がってるんだ。あ、そうだ。あと、ゾンビが来て、ここか。ここの下も行ってないですね。兜。ここの下。ですね、ここの下にいるからな。どうしましょう。銃を使いますか。いや、まだ早い。勝負だ。よっよっ、あ、ゲロッパ。ちょ、それはない。そう、それはない。2回もやめて。あー、くそ、やめて、やめる。サバンじゃない、このよし。もう、
もう死んでる。もう死んでるね。ああ、コーション赤。ちょ、ハーブが欲しい。もう痛そう、本当に。よし。ここの下ですね。いる。ほい。大丈夫。何かがありそう。ああ。ドアの先は、ここの先なんだろう。あ、やったー、やった、ついに来た。俺はこれを待ちこわれていた。やったー、やったよー。違う。俺はこれを待っていたんです。インクリボンを入れて、ここにサバイバルナイフは入れない、ショットガン入れて、この青い宝石も持っておきますか。これじゃない、マガジンが欲しいんです。マガジンと、で、インクリボン置いておいて、救急スプレーはいらないかな。まあでも縛りはしないんですけどね。ではここをちょっと調べて、ベッドがある、怖いの。あ、タイプライターだ。まだセーブはいいですね。ここに、あ、死体処理に関する処置意、あの化け物どもに関する、真実が分かった。奴らは死体になっても復活するのだ。ただ対処法がないわけではない。奴らを復活させない方法は2つある。死体を燃やす、頭部の破壊。生き残る意志のある者のためにこの洋館の1階にオイルを用意してみた。それで必要な分だけ持っていって生き残る道具として使ってほしい。追伸、着火する道具くらいは自分で何とかしてくれ。ということで、この洋館の1階にオイルがあると。燃やさなきゃダメなんですね、死体を。あ、なんという、だからああやって残ってるんですね。使い古しのベッド、よかった。ここは何もないですね。あと、そしたらハーブ取りたいですね。ハーブにしましょう。ハーブ、結局スプレーは一応取っておきますか。ということで燃やしてみましょうか。動き出したりしてね。じゃあ実験で。でもオイルって言ってるから、あ、使わない。え、本当に使わない？あ、使わない。調べたってな、カチョン。ボッてなんない。ライター、オブ、ライター、ライターオブライターって。ライターの中のライター、違うな。木箱。血痕が飛び散っている。死体を燃やす道具？ライターしかないですよね。使わん、うわ、怖い。なんだろう。ロ、一周って。あー、怖い。もう、このガラスが嫌ですよね。セーブすればよかったかな。行く！走れ！あ、大丈夫。ちょっと待ってください。全然道具も何も持ってない。アイテムっていうか、ウェポン全然持ってなかった。鍵。あー、一昔ですか。あー、え、戻んのこれ。怖い。行こう。ガショウ、ガショウ、ガショウ、ない。よし。では、ここは安全な場所ですね。あ、いるいる。びっくりした。いなくなってるかと思った。これ復活するのだって言ってますもんね。燃やしたいな、ここ。ここだけ安全にしたいですね。使えないんだもんな。どこにハーブありました？ということで、アイテムですね。いっぱいありましたよね。調理場のところと、あの、お風呂場のところに鍵ありましたよね。それを取りに行きましょうか。こっちか。こっちは関係ないか。至るところが、ここじゃないな。どこへ行けばいいんだ？マップがごちゃごちゃしてきましたね。まずはお風呂場に行きましょう。調理場は後にします。調理場の方にまだ扉一つあった気がするんですよね。こっちか。
いやーよかった、アイテム整理できて。ここですね。じゃあ兜の鍵、兜の鍵をまず先にゲットしなきゃないですね。ここなんだろう、鍵。あ、ここ物音がするんですよね。全然開かないんですけど絶対鍵開ければ出てくるやつじゃないですか。あ、お前待って、こっちから来るの。はい、開いちゃった。ここ何でしたっけ。ここあれだ、そうここで、ここにもなんかあったんですよ。これ全然気づかなかったです。何これ、犬笛取ります。捨てられていたメモ。今日スペンサー教に呼ばれて、あるものを誰にもわからないところに隠せと言われた。いろいろ考えた結果、僕はあるアイデアを思いついた。ナイスアイデア。それはあの凶暴な飼い犬に守らせればどうだろうかということだ。あの犬はいつもお気に入りの大食堂2階の西テラスにいるんですね。大食堂2階の西テラスにいるし、あそこで君の持つ犬笛を使えばいつでも呼び出せるんじゃないか。そこで君にお願いがある。あの犬は君にだけ懐いている。どうか君の手であの犬にこの首輪をつけてはもらえないだろうか。この首輪にはスペンサー卿から渡されたあるものが隠してある。君は信用できるやつだから君に頼みたい。この俺は必ずさせてもらう。君が前に欲しがっていたもう例のものがつてで手に入りそうなんだ。それでどうだろうか。すまないがよろしく頼む。ジョン・トールマン。はい。あるものとかさ、例のものとかさ、全くよくわからない。まあ、とりあえず重要なものが、犬が持ってるんですね。重要なものを犬が持ってるみたいです。ので、この犬笛で2階?大食堂2階ですね。の西テラス。わかりました。では、そこのジュピターのね、あ、ジュピターじゃない。もう元行ってしまった。そこの蓄音機にジュピターっていうものが入ってるんでね。はい。でれれでで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 あれ、ここ行けたっけ。ここ何でしたっけ。あ、ここやったやった。あ、また一個ずつしか使えないですね。もう、あ、そうだ、それとあと木ですね。木の板があったんですよね、どっかに。そのどっかに、まあ覚えてますけど、とりあえず使わせてもらいます。大事な時に使えばよかったな。そしてこの赤いハーブも組み合わせて使えれば。あ、ここに扉あったんですね。気づかなかった。今気づいた。あ、鍵がかかってる。了解です。ではですね、まず木の板取りたいんですけど、犬笛を使ってあるものを取りたいのもあるんで、木の板と一緒に取ったら大変なことになるかな。ここですよ。あー、ゾンビ行っちゃったんですよね、この先。どうしましょう。あ、いない。やった。これですよ。どうしましょう、これ。取っちゃえば、アイテムいっぱいになるんですけど。あー、取っちゃいますか。で、まあ、犬笛を使ってみて、その前にこれ調べてみますか。調べる。人には聞こえない音域の音を出して飼い犬を呼ぶ。なんかないですか。うん、なんもないです。じゃあこっちの板、なんもなさそう。変わったところはない。ん?隙間があった。お、なにこれ?紙が貼り付けられている。
どうすればいいんだろう。紙バカ。これちょっと待ってくださいね。さっきの部屋、こっちの方ですね。の、あの、赤くなってた場所。暖炉つけて、なんか、浮かび上がったとか、前回ありましたよね。それに使うんじゃないですかね。ここ、ここ。これですよ。これに使うんじゃないですか、これ。お、来た！燃えた。あ、やった！洋館2階の地図がある。取りますか？イエス。これで地図が解放されましたね。2階だけですか？2階だけみたいですね。2階の地図を取りました。ということで、これで地図が更新されたと。全然エンブレムを使わないのはなぜでしょうね。はい、ではじゃあ犬笛を使いに行きましょう。ちょっと待って、ここなんで開いてる。気のせいか、開いてる気がした。では1階ですね、ここ。え下にいたっけ。あ、いた、いる、待ってる。待ってる。下、いや2階。あ、でもこっち行く必要ないな。あ、来た、早い。あぶない、すごい。ギリギリだった。え、ドアノブがこう通る、こっちから帰れなくなるってわけですね。じゃあなんとかします。よっ、ダメだった、ダメだった。邪魔だ、どけ。こいつだけでも、よし、オッケー。ヘッドショット、ヘッドショット。これでもうここの敵は復活しないですね。で、あとここですね。あと分かったことあるんですけど、四角でリロードみたいなんですけど、あ、しない。四角でリロードみたいなんですけど、しないですね。なんでだろう。操作説明読んだんですけど、四角でリロードって書いてたんですけど。ゼロになったらかな。この先か、いる、こっちだ。ほら、あ、ダメだ、いけない。もう攻撃食らいたくないんだ。こっちかな、こっちですね。で、2階の西テラス、西テラス、テラスなんて行ける場所ありました。大食堂、ここにもゾンビいるんですからね。ここですよね。ここテラス、あ、行ける。え、ちょっと待って。あ、なるほど、赤くなってるんですね。扉開かないんですね、ここ。ここからじゃないんだ。あ、待って待って、危ない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 、ギリギリだった。こっちの隣からなんですね、入るの。じゃあまた振り出しに戻った感じですか。やっぱり宝石を使わなきゃどこにも行けないですね。ここは反対側。あ、や、当初の問題。お風呂場どこでしたっけ。お風呂場と調理場ですよ。どこでしたっけ。お風呂場ここじゃない。じゃあ下か。下の方からですね。お風呂場と調理場。そしてここの石像がわからない。水を汲む、宝石関係ない、関係ないです。水が必要なんでしょうか。いや、ここですね。静かですね。ガシャン、もう来ないよね。
よし。絶対ここ何もないからさ。いつか通ってる間になんかなるんでしょうね。びっくりさせないでくださいよ。クリスさん。ここじゃない。こっちだ。え、ここですね。復活はしてない、してない。では、ここの鍵を取って、一個ずつしか持てないんですかね。トイレ。ここの水、何かに汲めないかな。何か汲むんでしょうね。よし。こっち行きましょう。なんか、そっちの方から戻りたくないです。絶対いつかガシャンが来ると思ってるんで。ここのドアは？ん？ここが待ち合室。応接間。応接間の方でした。洋館1階にオイルがあるって言ってたんですけど、ここのことですか？なんか燃えた跡か。本当に怖い。こっちが応接間。え？あ、ここか。あら、ここに戻ってきちゃった。あれ、ここ。あれ、ここ来ましたっけ？行ってないですよね。あ、やったー。来たことない場所に来た。お、やった。これで水が汲めるんだ。でも取れない。よし。まず、じゃあ、ですね。青い宝石とか入れちゃいましょう。入れる。で、犬笛もまだ、使わないですね。鍵は取っときましょう。うん、鍵は取っとこう。で、これですね。で、水を汲んで、よし、これで水を汲もう。マガジンもあるんで、マガジンも取ります。よし、では、タイプライターの方に。ああ、また古びた鍵が。いただきます。ということで、まだですね。よし。じゃあ一旦ここぐるっと戻っていくんですけど、ここダメなんですよね。ドアノブが壊れかけている。またぐるっと回ってかなきゃいけないのか。絶対ここのドアノブが壊れて、あそこを何回も通ることになって、で窓からガシャンってくるっていう作戦なんでしょうね。くそー、その作戦やんなきゃいけないのか。じゃあここ何回も通ることになるから、いやー、ここ来た時に調べればよかったですね。じゃあ弾あるんで、ここのゾンビ倒しちゃいましょう。よし。でも復活しちゃうんですよね。リロードはしない。どうしましょうね。まあ、組み合わせ、ここで組み合わせればいいことなんでしょうね。OK。これでリロード OK。え、ちょっと待って。絶対いる。絶対いるよ、これ。ではもう一回下に行って、水を汲んで戻る。で、戻った時にガシャンってくるということを踏んでいきましょう。あ、もうそろそろ終わりますね。ちょっと待って。見てない時に。よし、では水汲んでくるんで。でも水必要なかったりして、ここじゃないですよみたいな。じゃあ一旦もう時間が来そうだ、来たー。よし、じゃあここをね通って終わりにしたいと思います。行くぞ。
来ない、何も来ない、何も来なかった。何も来ない。よし。ああ、よかった。よかった。はい、ということで、じゃあ、水を汲む前に、クリスさんを見て終わりましょう。頑張ります。よし。では次回からここの続きやっていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。水を汲んで、さっきの水を汲む女のところで使えばいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、パート4これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回お楽しみに。さようなら。